はい、皆さんこんにちは。今日のね、サムチャンネルですけど、今日こちらのね、26セレナーですね、まあ、これの整備点検をします。で、まあ内容的にはね、いつも通りのね、まあローターとかエアコンとかっていうところのありつつのね、あとまあプラグ変えたりとかサーモ変えたりっていうのいきます。で、まあプラグはね、作業性が悪いと。で、あとサーモがね、複数ついてると。まあサーモに関してはエンジンについてる2個いこうかなと思います。それ以外にもついてるところがあるんですけど、今回は変えずにっていうところですね。まあちょっとね、内容的には動画が長くなるかもしれないですね。で、あとね、最近水回りの修理をなんかいつもしてるような気もしますね。まあこんな感じで、まあ整備の方今日はしていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、側なんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないですけどね、結構ライトとかもね、なんかやれてる感がありますね。こっちの方が分かりやすいかな。この辺とかもなんか結構くすんでますね。これ磨いて取れるか、取れないならペーパーちょっとかけないといけないかもしれないですね。まああと全体的にね、やっぱ白い車なんでね、あの水の際だれとかがね、あるんで、まあそちらの方をね、しっかりと磨いてきれいにしようかなって思います。それではね、まずは定番の、まあ、エアコンマシンですね、こちらの方を施工していきます。で、施工する前に温度を測って、で施工して、で施工後に温度を測ると、まあ、ガスがどれくらい入っているかと温度変化がどれくらいあるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、じゃあね、施工前の温度ですけど、吹き出し口温度はね、 8.3 とか 8.2 とかその辺ですね。まずこれがね、どのように変化していくかっていうのをね、施工して見ていきます。はい、じゃあガスの方をね、回収していきますね。回収を始めます。はい、エアコンのガスの規定量ですけどね、まあ、こちらにありますね。ここ 800g が規定量になります。はい、じゃあね、エアコンガスの回収ですね。まあ、この手の車はね、あのツインエアコンとかになるんで、あのガスがね、やっぱり多いんですよね。で、まあ、800g っていう風になってましたけど、まあ、車によってはね、ほんと1キロ以上1200、300とか入ってる車もね、過去にはありましたね。こういうね、あのワゴン車ツインエアコンとか、あとまあ高級車とかね、の大きい車とかっていうのも結構ガスが入ってますね。シングルエアコンでもね、あのガスが多い車多いですもんね。あと一昔前のね、車とかはやっぱりガスが多かったですね。軽自動車っていうのもね、最近 300g が多いですけど、ほんと15年ぐらい前かな、それぐらいの車とかだったら大体500ぐらい入ってるね、軽とかもありましたけどね。今やっぱ燃費良くするために、あのね、ガスとね、あんまり入らないようにして、コンプレッサーも小さくして、コンデンサーも小さくしてるんでね、燃費はいいかもしれないですけど、夏場が効かないんですよね、エアコンが。特にね、あのハイト系とか、あと軽バンとか、そっち系はね、やっぱ車内の広さに対してね、エアコンの出力が足りないからね、効かないんですよね。まあ、こういうね、ミニバンとかもだから、しっかりとね、管理した方がやっぱり室内空間が広いんでね、聞いた方がいいからですね。やっぱりしっかりとガス量を管理するっていうところです。まあ、こうしてる間にだいたい終わりましたね。585ですね。800に対して585ですね。それではね、あの配管のライン洗浄の方をします。フラッシングモードのクリーニングが3回。これね、3回とか4回とか自由に変えられますけど、3回でいきます。はい、じゃあそれではね、あのライン洗浄の方をね、していきます。今は液化したガスを入れていってます。で、このね、フラッシング方式っていうのが、あのバックリターン方式っていう方式でね、これやってるんですけど、わかりやすく言えば、まあ、低圧から高圧、高圧から低圧っていう風にね、あの右回り左回り的な感じでやるっていうとこですね。まあ、これでやることによって、あのエキスパンションバルブっていうね、あの液化したガスを霧状にする場所があるんですけど、まあ、そこの詰まりをね、取ると。まあ、これね、取れない場合もあるんですけど、まあ、取ることによって、あのね、しっかりとあの霧状にすることで気化熱でエアコンが効くっていう方式ですね。で、今ね、このガスを入れていってるんですけど、このガスを入れていく量っていうのはもう機械がね、任意に決めます。で、車によるんですけど、だいたい3から4倍、規定量の3から4倍ぐらいは入れるっていうのがあるんですよね。で、今この2回目のやってる時にね、3140g っていう風にもう書いてますけど、これぐらい入れてるってことなんですよね。で、メーカーはこの機械にね、ガスはだいたい3キロぐらいを入れといてくださいっていう風にしてるんですけど、まあ、うちこのフラッシングする関係でね、3キロ以上が、あのフラッシングでね、使われるっていうのもあるんで、だいたい4キロぐらい入れてますね。
まあ、そうすることでね、あのフラッシングするときにもそれなりの量をね、ちゃんとガス入れてで洗浄してくれるっていうとこですね。はい、フラッシングがね終わりました。真ん中のドレンのとか今ブクブクなってると思うんですけど、まあ、ここにね廃油が出てきてるんですよ。フラッシングが終了したらね、配管の中のね、あの廃油がここに溜まっていくっていう感じですね。はい、じゃあフラッシングがね終わったんで、今からねチャックを外して虫ゴムをはめて、そして再度ね、あの真空引きをしていくっていうところですね。はい、じゃあまず真空引きですね。で、再生と充填とオイルを入れるっていうコマンドを選択して、20分のね真空引きですね。ガスの量が多いん で800が規定量なんで800ですね。はい、真空引きがね終わったんで、今からねあの左側の芯を入れてるんですけど、これまさかのねピンボケでね、まあ、なんとなく減ってるのはわかるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、真ん中が廃油のボトルで、左がね芯油、右側も一番右もね芯油なんですよ。一番右がハイブリッド用で、左がねまあ、ガソリンとかのそういうベルト式のコンプレッサー用ですね。まあ、今ねなんとなくですけど、まあコンプレッサーオイルが入ってるのがわかるかな。はい、じゃあ今からねガスの充填をしていきます。まあ、800のねガスをね今入れているところですけど、まあ車によってはねやっぱりこうね量が多いとね入れるの時間かかったりするんですよね。あと冬場がねやっぱりこうガスが入りにくいんで、あの機械の後ろにヒーターを当ててね、ちょっとガスを温めたりとかして入れたりもしますね。で、入れ終わって今からね、まあ、施工後の状態がどうなっているかっていうのを見るんですけど、わかりますかね、 6.5 ですね。 6.5 で拾ってますね。まあ最初がね、まあ比べたら冷えてるんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあ今からねタイヤの方をつけていきます。つけるタイヤはねダンロップのねビューロっていうタイヤですね。結構なんかあの静かなタイヤらしくてね、まあ、あのレグノとかよりねなんか静かっていう話らしいんですけどね。まあこちらの方をね装着していきます。はい、タイヤ組み付けのところがちょっと動画が撮れてなかったんですよ。で、今はねちょっとバランス取ってるとこなんですけど、まあ、やっぱりね組み付けたらしっかりとバランスを取るとね、まあ、特にねあのタイヤのインチが大きくなればなるほどね、あの振動を拾うし、あのハンドルの振れも拾うんですよね。後ろ側なんかもねなんか取らない人もたまにいますけど、実際後ろとかはボディ振動が出るんで、ね、特にインチがでかいとね、なんか高速走行時にグワーって車がねなんかこう揺れてるような感じになったりとかね、なんか振動でボルトが取れるんじゃないかっていうぐらいね振れるやつは振れるんで、まあ、しっかりと取ると、ね、このバランスはね結構お利口でね、あの貼り付けウエイトの位置をね自動的にこう回してね、あの合わせてくれるっていうね、まあ、便利な機能もついてます。まあ、これでねバランスの方は終わりですね。はい、じゃあタイヤをね組み付けてバランスも取ったのでね、今のうちにホイールをちょっと洗います。せっかくなんでね、あのホイールのね表と裏をきれいにしてっていう感じですね。まあ、外してる時じゃないとね、あの裏側が掃除できないんでですね、今のうちに掃除しておくっていう形です。パイロットのエンドブーツですね、これがねちょっとひびが入ってますね。これはまあ交換しましょうかね。で、ロアームの方はまだ大丈夫かな、ちょっとひびが出そうなぐらい、あと2年後ぐらいが交換かなって感じですね。ちなみにこっちはねロアームアッシーで変わってるんですよね。1回全然だからあのねこのブーツの程度はまだいいですね。で、こっち側のねパイロットもまあひびが入ってきてるんで交換ですね。はい、じゃあ今からねあの下回りの錆止め塗装です。あの前もやってるんですけどね、まあ、結構ところどころはねやっぱ石が飛んできたりとかして剥げてます。で、まあ一応全面しっかりもう一度塗り直します。はい、じゃあ下回りのね塗装の方をしていきます。まあ、この車ねあの2年前にも塗ってるんで、まあそれなりにはねあのちゃんと黒色が残ってるんですけど、やっぱりあの石が跳ねるような場所とかは結構ねあの剥がれてますね。
まあ、この辺のね、しっかりとね、また塗り込んで、で、あとボディの継ぎ目とかね、そういう錆びやすいところもしっかり塗り込んでっていう形ですね。アームだけじゃなくてね、やっぱりボディの鉄板ですね、そちらの方もしっかり塗ることで、長くね、乗って、錆びが出にくくっていう風にね、やっぱりするっていうのが大事じゃないかなって思いますね。うちらの地域はね、冬場がね、やっぱり塩をまくんで、錆がね出るんですよね。まあ最近はねやっぱ雪が降りにくくはなってきたんで、そういう機会も減ってはいるんですけどね、ちょっと隣のね方の山の方のね地域に行くとね、もうマフラーが腐っている車とかボディが腐っている車とかってね、前は多かったですね。今はねやっぱりちょっとね雪が降りにくくはなってきてるんで、まあ少なくはなってるんですけどね。まあこういう感じでね、しっかりと下回りを塗って、まあうちの中ではね一応2年に1回は定期メンテナンスで、まあ、こちらをしてやるっていう形ですね。はい、じゃあね下回りの塗装が終わりですね。まあ剥げてたところもね綺麗に塗って、綺麗にね全面塗っています。ブレーキフルードのね今から抜き替えをします。ちょっと黄ばんでますね。でこれ一回ね全部ここの中身をね吸って、どっか新しいオイル入れて、あと踏んでいって出すっていう流れでやります。はい、じゃあ今からねブレーキ液の方をね吸っていきます。まあこれをねやっぱり吸ってやった方が、まあ踏んで出してやる時の手間が減るんですよね。これでもうある程度吸って芯を入れてね、で踏んでやればね踏む量も少なくて済むと。で今こう吸っていったらね、こう色味がまずね真っ白になったでしょう。でこれでまあ芯油が透明なんで入れたら、まあこういう色合いになるんですけど、まあ要はねどれだけ黄ばんでたかっていうのがね分かりますよね。劣化してるかっていうのがですね。で今からねここのブレーキ液のね踏み出しですね、負圧でね吸うやつを使ってるんですけど、もう踏んで出してますね。こっちの方が早いです。一人でねするときはまあね負圧で出したりとかしてますね。でブレーキ液最後ね水に溶けるんで、水を流しとけば大丈夫です。はい、じゃあね今からこちらのねスライドピン、グリスアップ、そしてその流れでねローターを外して研磨をするっていうのをいきます。こんな感じですね。まあそんなにグリス汚れてないですねこれ。まあとりあえず、まあ、グリスアップをし直すというところですね。はい、じゃあスライドピンのねグリスアップをしてます。まあ、これねしっかりしといた方がいいですね。固着すると後が大変なことになるんで。はい、じゃあブラケットの方をね外していきます。ちょっとエクステンション長いやつ使ってたんですけど外れないんで、パイプでね外してます。でブラケット外したらローターを外すんですけど、この車のローターはねボルトを打ち込む穴がついてないですね、よく見たらね。まあ、今回はね手で外れたんでよかったですけどね。はい、じゃあベルのね面出しから入ります。ここを研磨することで装着した時にフラットが出るようにしてます。でこういう風にねしっかりと研磨して錆を落とすっていう形ですね。はい、それではねフロントローターの1枚目の研磨ですね。今ね角の方を落としてます。この角のね段を取っとかないと、他の部分のね高さに合わせると最後ね引っかかっちゃうんですよね。であとね角のサビですね、こちらの方も取ってます。実際ねこの研磨する上では、この角の段取りだとか、まあ隅っこのねサビ取りだとかっていうのはパッドが当たらない場所だから、あんまりする必要はないってメーカーの方が言ってましたね。まあ、見た目がね綺麗な方が絶対いいって思うんで、しっかりとね全部研磨すると。まあ、しかしねあれですね、ローターがねパスタまみれになってますね。まあ研磨する前にね塗ってるんで別に問題はないんですけど、まあこういう風にねしっかりと研磨して、まあ見た目も綺麗になるっていうところですね。1枚目の方もね歪みもなくね出来も綺麗にできてました。はい、じゃあフロントのね2枚目のローターの研磨ですね。ちょっと今度はね、前回の1枚目と比べると倍速スピードはちょっと違うんですけど、まあ、こういう風にね、研磨していって仕上げてます。で、2枚目の方もね、まあ、歪みの方とかもなく綺麗な仕上がりになりました。はい、次はね、このブレーキですね。こちらのスライドピンと、
でこちらのね、ローターの研磨、そしてここのね、シューの、ね、清掃ですね。はい、じゃあね、キャリパーの方を外していきます。で、キャリパーを外してね、スライドピンはグリスアップをしておきます。そしてね、その後ね、ブラケットの方を外していくっていう流れですけど、軽いね、キャリパーなんかはもう自分吊るさない派なんで、もうそのままポイって置いちゃうんですよね。重たいやつはね、吊るしますけどね。で、今からね、このブラケットですね、こういう風にスピンドルを使ってしっかりとね、外して、そっからね、まあ、エアラチェとか電動ラチェットでパパッと外すみたいな感じですね。この辺のまあブレーキ関係が全部外れたら、ここのね、穴をね、塞いでるね、蓋を外して、この中にね、ダイヤルがあるんで、このダイヤルをね、縮めるんですよ。縮めてやると中にあるシューがこういう風な動きをしてるんですけど、縮めると中に入っていくと。そうすればね、これが外れるんですよね。そしたらこういう風に取れるので、まあ、こちらの方をね、今から清掃していきます。はい、それではね、今から掃除をしていきます。エアブローでね、まず飛ばして、でそこからね、パーツクリーナーと歯ブラシでね、綺麗に隅から隅まで落としていくって形です。でパーツクリーナーが冷たいので結露するんですよね。だからそこをね、またエアブローでしっかり乾かしてやると。でそこからね、グリスアップをすれば完了ですね。はい、じゃあね、リアローター1枚目の研磨ですね。まあ、質問でね、このセンターの軸がね、ブレてるんじゃないかっていう質問をいただくんですけど、これ台ごと移動できるようにね、ゴロ付きの台車に乗せてるんですよ。だから振動でね、台車ごと動くっていうやつなんですよね。でセンターのね、軸はブレてても、全部ね、機械ごとブレてるだけなんで、ローターの研磨に対しての精度に対しては関係ないっていう形ですね。1枚目の方はね、綺麗にできましたね。で今からね、2枚目の方もやってますけど、2枚目の方もね、研磨して綺麗な出来上がりでできてます。まあ、こういう感じでね、まあ、ローターもね、長く乗ってたらやっぱ錆とかね、歪みとか出ます。まあ、今回このローターはね、歪みは出てなかったですけど、まあ、錆がひどかったんでね、まあ、錆もしっかり角の錆も落としてたので良かったんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあ研磨してね、取り付けたローター、これ右前ですね。はい、これ左前ですね。はい、こちら左後ろですね。はい、これ右後ろですね。はい、じゃあ今からね、このプラグですね、プラグ交換の方をしていきますね。まあ、とりあえずね、この辺をバラして、でインマにですね、もうとりあえずバラすと。それではね、プラグを外す準備に入ります。まずはインマネを外すために、エアクリーナーのね、ボックス関係、まあ、こちらですね、まあボックスっていうかインテークですね、これのエアダクトとかを外していくっていう形です。で外した後に、インマニの周りについてるね、ああいうカプラーだったりとか、あと配線とかがね、止まってるんで、そういうのは片っ端から外していって、もともとついてるネジなんか元の位置につけてやると、まあ、忘れにくくていいんじゃないかなって思いますね。ではね、まずスロットルボディの前の、まあ、このダクトを外して、そしてね、スロットルボディを今度外していきます。でラチェットなんかがね、やっぱ首振りにくい場所なんで、まあね、エアツール、電動ツールがあれば、緩めた後にね、外してやると作業性はかなり楽になるんじゃないかなって思いますね。んでね、このインマニの、このインマニですね、このインマニのこのスロットルボディの根元なんですけど、ここですね、ここにね、ボルトがついてるんですけど、これを外さないとインマニが外れないですね。インマニ固定されてるんで。じゃあこのインマニのね、今度ね、こちら側ですね、ちょうどあそこですね、あそこにあるやつも外さないといけませんね。はい、じゃあね、今度インマニのね、あそこの部分ね、さっきの部分の緩めて外していきます。そしてね、今度そこにあるね、ホースですね、インマニにつながっているホースがあるんですけど、こちらの方も外していきます。はい、じゃああとね、手前にあるね、インマニのね、ボルトを外していきます。で、これでね、まず緩めていって、電動のラチェットでね、外すんですけど、ソケットはね、食いつくソケットを使って外しますもんね、最後は。ネジが落ちないようにですね。しかしね、このね、4気筒のプラグ交換で、なんでこんなめんどくさい作業性にしてるのかっていうのがね、ちょっと許せないですよね。普通4気筒だったらね、ささっとできるっていうイメージですけどね、こうね、レイアウト的にこういうのっていうと、なんか V 型とかというね、そういうイメージですよね。
インマニのねボルトがねとりあえず全部取れました。でこれねあと引き抜くだけなんですけど、右下がねちょっとこう入ってるんで、そういう風に横にスライドさせて出してやって、あとね奥にねバキュームホースみたいなのがインマニに3本ぐらいくっついてるんで、これをね外してやらないといけないんですよ。でちょっとこう出し気味にして、で工具突っ込んでねクリップ外してホース引き抜いてっていう流れですね。ちょっとねこれがまた悪いですよね、作業性がね。でこれでね外してやればもうあとインマニが抜けるんで、やっとねプラグ交換ができるんじゃないかなって思います。はい、インマニ脱着してねこんな感じですね。ちょっとねこういうとこ一回エアブローをしとかないとね、ゴミとかがね入ってるしまうと悪いんで、一回この辺を軽く掃除して、でねインマニのね裏にねこういう風にホースが刺さってるんで、この辺をねしっかり外して出すと、そういう感じですね。はい、じゃあね今からねプラグを外す段取りをします。まずはカプラーを外してね、でダイレクトイグニッションのボルトを外して、ダイレクトイグニッションを外して、そしてプラグを外していくっていう流れですね。でねプラグがねダメになる前にねしっかりと交換ですね。だいたいね10万キロ長寿命がだいたい今ついてるんで、10万キロまでにはね変えてやって、ダイレクトイグニッションの方がね故障する原因になりますね。プラグがダメになってそのまま乗ったりとかするとね、なんでプラグだけで済むならそっちの方がいいんで、しっかりとねプラグを交換しましょう。外したプラグですね、まあこんな感じなんですけど、で今度使うのがねこのね日産の純正なんですけど、 NGK のね MAX とか RX は設定がないんですよね。でもここ見てわかるようにね、この NGK なんですよね、プラグは。なぜだって感じですけど。ではね、そちらのプラグをつけていきます。今ついてたやつと新品ですね。まあ、こんな感じですね。見た目で言うとあんまりわかんないんですけど、まあ、若干短くなってるのかなっていう感じですね。はい、じゃあ今からね、プラグを取り付けてね、どんどんね、戻していきます。プラグをねつけるときはねエアラチェとか使わずにね手で締めて、最後はねラチェットでね本締めをするっていう形です。でそこからねあとコイルつけてとか全部してね終わりですね。戻していく方がねなんか時間的にね早いような気がするんですよね。まあ時間も早くできてるんでしょうけど、なんかこうね時間の経つのが早くは感じますね、やはり。はい、じゃあね今からインマニをつけていきます。でインマニのねガスケットですね、スロットル側とインマニ側のガスケットを交換します。はい、じゃあこんな感じでねガスケットを両方あとこっちかこっちもね変えてますので、まあバッチリですね。じゃあ今から取り付けていきます。はい、今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まだねインマニつけてる途中ですけどね、今回の動画はここまでです。次回はねウォーターポンプサーモスタットの交換とか、あとね外したスロットルボディのね清掃とか、あとねスロットルボディを変えたことによってハンチングを起こすんでね、まあ学習させたりとかね、まあ、その辺もあります。でまあ今回はねとりあえずインマニの脱着ですね、これがなかなかめんどくさくてっていうところです。まあセレナはねもうね26に限らず25とかでもそうですけど、もうこういう仕様ですからね、まあしょうがないのかなっていうとこではありますけどね。もうちょっとね4気筒だったら作業性がいい方がいいなっていうのが個人的には思いますけどね。あとはまあいつも通りのねローター研磨とか、まあエアコンマシンとかね施工して、まあエアコンガス満タンとかね、あとコンプレッサーオイルのリフレッシュですね、まあローターも綺麗になってっていうところで、まあいいんじゃないかなって思いますね。それではね次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。